北アルプスオーガニックプロジェクトの代表を務めております小田美恵と申します。環境に負荷の少ない有機農業を推進するという目的で、始めた市民活動の団体なんですけれども、今年は、消費資源を訴える量り売りマルシェを通じて、有機農産物だけをボーンとこう訴えるんではなくって、いろいろな人たちが楽しめるように包装や、袋などのないバラ売り、それから量り売りのものを通して、訴えていくっていう活動もしてるんですけれども、有機農業の講演会とか勉強会、それから来年は映画なども上映して、そういったことを皆さんに広く知っていただく、で共有で意識を持っていくっていうようなことをしていきたいなと思っています。私たちが、目標とする SDGs の目標の中の取り組みとしてましては、11番の、誰もが住み続けられるまちづくりっていうのを、目標に活動を進めていけたらと思っています。これまで、コロナ前もたくさんの観光客が訪れるリゾート地ではあったと思うんですけれども、コロナ禍を経た後にこの白馬バレーツーリズムのアクションリストがより多くの事業者さんに広まって、その多くの事業者さんたちの気持ちを汲んでくれるような、そんな意識のある観光客が訪れるような、そんな街になっているといいと思います。そして私たちの北アルプスオーガニックプロジェクトとしましては、量り売りを通じまして、より広く持続可能な街づくりを、提案できるようなグループになっていけるといいと思ってます。一人一人が何でも少しずつ何かやれることはないかって考えられるような、そんな取り組みができたらいいなと思っています。